だから恩に感じる必要はねえって言ってるだろうが。に対する読者の反応集。麦わらやとサッチやと危険やと白ひげやと歌姫やを直したのは、ただの気まぐれだ。大恩人を死なせるわけにはいかねえって。だからそれは俺が気まぐれでやったことだから、俺がくたばろうが気にする必要ねえよ。ルフィに関しては恩人の仇討ちしたから。海軍側にとってはアワフクレベルの大問題で笑う。元は真っ当な真人間だからな。助けた相手が義理がたく人情を重んじる面々だから諦めろ。いわば、助けてしまった自分のお人よしさを呪いな。めっちゃ助けるじゃん。気まぐれで世界救いすぎだろお前。救済 RTA、その名はトラオ。また人助けしてるよこのしのげ会。お前だってベポ助けられたら恩を感じるだろ。それとも同じだ受け取れ。うん主人公。最近救済 RTA 奏者とかしてきたなお前。ドレスローザに94校が2人来る異常事態が発生しそう。13年前優しい子らさんが引けなかった引き金を引きに来た。赤髪、白ひげ。あ、俺たちはその子のただの付き添いなのでまあ気にするな。気にするわ。冷や汗どころかゲロ吐いてるドフラミンゴ。ドフラミンゴが片言でごめんなさいって言ってそう。絶対ドフラミンゴが死を覚悟してるわ。離反した元部下が4校筆頭に各方面へ恩売りながら乗り込んでくるなんて、さすがのドフィーも想定外だろ。かわいそす。と、ドレスローザが頂上戦争に。これドフラ、ローの右腕切ったらどうなんの。もうさ、ローがいるところで人死が起きてて、死ぬ前にローが治療する名探偵コナンの医者バージョンみたいになってるじゃん。これで感謝するなは無理な話よ。ここまで来るとオペオペの身の副作用かな。治療が欲しがる運命力が強い人間に出会うとかの。なんやかんやでエースに会い仲良くなり能力を知る。白ひげの治療を頼まれる。治療中サッチ事件が起こりサッチを助ける。頂上戦争へのルートかな。その時に病でバフが抜けた白ひげが暴れて、なんとかみんな回収ルートのチャートになりそう。Z は RTA を参考にたまたま白ひげの皆さんに絡まれていたので、エレジアへ行くのが遅れ、赤髪と組海軍と交渉ルートで。このルートだと、闇の能力持ちだとローは黒ひげに目をつけられていそう。この時の頂上戦争だとクロコダイルが少し喜びそう。あと、エースとルフィを助けたのでサゴ、記憶を取り戻した、にも感謝されそう。そして、病を治療したのを知ったクロコダイルが一方的な恩覚えていそう。白ひげ病気なくなるから、頂上戦争が原作よりももっと強いオイデバフはあるけど。デカガープは他の人よりオイデバフを感じない、なぜ。英雄だからなのと、主人公が絶対に逆らえない相手だから。元がクソ強すぎてデバフかかっててあれとか、一応常に最前線的な感じであっちゃこっちゃ言ってるからオイデバフが緩やかなのかもね。白ひげ、オイデバフに加えて病気と大酒飲みもあるので自ら前線はもうほぼなさそう。マム、食いは辛いで暴れることはあるけど基本的に自国でお菓子三昧。カイドウ、大酒飲みだがあっちゃこっちゃ言って自殺未遂繰り返すし、いい死に様求めて派手に暴れることも多い、とかだろうし。たまには戦国を事務仕事ばかりじゃ体がなまっちまうじゃろ。わしに少し付き合えって組手とかしてねえかな。元帥クソ忙しそうだからそんな暇あるか、とか怒られたりすんのかな。2年後の今時空だとやれる暇はありそうだけど、二人とも更新に譲ろうモードだしな。ロジャーですら生きてたら結構おいでバフありそうなのに。ロジャーってなぜか病気でバフかかっても、白ひげと怠慢腫れるくらい強いんだよな。どんな病気かは知らんがクロッカス三歳完治でなく和らげる。いわば延命処置程度だし結構むせて吐いてたし軽くはないはずなんだ。二度目になるがそんな状態で白ひげとため腫れてるんだ。仮に病気、老いを抱えて本編時間まで来たとしてもどれだけ弱っても、せいぜい原作時空の頂上決戦当時の白ひげくらいだろう。まあ要は老いと病気で弱っても、きっとロジャーもバケモンって言われるくらいには強いんだろうなってこと。全方位に対して恩を売りすぎているお医者さん。救えるキャラはとことん救う医者の鏡。し、だら困るキャラクターをどんどん救うタイプ、の下界。気まぐれの範囲が広大すぎる。ローの子ね、使うつもりはない、がやばいことになっている。使えばいいやん、人生楽してこうぜ。使えたら、こんな、赤髪、麦わら、白ひげがほぼ確定で、高確率でガープや革命軍にも追い回される、状況にならないと思う。何かしたい場合は大抵のことなら融通聞きそう。なら俺があなたに礼をするのも気まぐれだから気にするな。ほら受け取れや、受け取れ、そら受け取れ、受け取れやろう。
牢に救われた人とその関係者全員がフレバンス滅亡直前にタイムスリップしたらめちゃくちゃ張り切りそう。よし、わかった。高額な医療機器の購入を頼もう。ソースや恩返ししたい向こうも満足して、トラオも最新設備ゲットできて満足。これでええやん。これをしてもこの時空だと運命が重なっていろんな奴をまた助けたりして礼をしたくて追われそう。そして無限ループへ。え、誰かに追われて事情説明したら、そいつら、恩返しがしたい、の味方になる麦わら、赤髪、白ひげのみんな。ロウ、仲間を助けたらお前だって恩を返したいだろ。D のことについてか、冒険探を聞いとけって。それか、医者の勉強会みたいのをさせてもらったり、レアな症状のカルテなんかを見せてもらいな。やってくれるかは知らんが、ジェルマ、1時、2時、4時、たちの心救ってくれよトラファウガー。仮にオペオペの身に、あの時は救えなかった人を救いたい、救ってほしい、願望も込められてたらできそうだな。ただし戻れるのは身を食べた瞬間まで。どれだけの研鑽を積んでも、ふるさとと家族だけは決して救えないろう。なんか美しいな。人の心へ。食べた時はコラさん死んでないからシャンブルズでワンチャン。諦めろ、トラオ。お前が霊を受け取らないと一生追いかけ回されるし、場合によっては増えるぞ。ローガフレバンス出身、世界政府被害者、だと知られたら、世界政府に少なくとも白ひげは敵対的になりそうだし、赤髪もその件に関しては怒りそうだし、狙われてもローをかばいそう。七部会、四攻撃派、主人公と同格、なおかつシリーズに長期同行、しかも有能な能力に医者に刀。こんだけ揃ってんのに嫌いになれない。超好き。ドレスローザ終わるまではいくら逃げたとしても、鳥かごで逃げられなくなるからそこで捕まる可能性？鳥かごが解除の混乱で逃げてそうな気もするけど、厄介事が増えた、と思ったら、味方しだして、ん、なろうは見てみたい。世界政府も意外たい案件だよな。白ひげと赤髪と麦わらが同盟を組むことになるからさ。なお、目的はロウにお礼を言うことな模様。なお、それを知らないハートの海賊団。ロウが俺だけじゃなくて、仲間のおかげでもあると言って仲間を巻き込むこともありそう。なお、本人は事実を言っただけ。キャプテン、って顔をするハートのみんな、ん？って顔をしているロウが想像できてしまう。トラファウガーローにお礼を言いたい同盟、白ひげ赤髪麦わら革命軍ほか、の噂が立ったせいで、世界中に散らばるその参加たちがハートの海賊団の居場所を探して共有してるの怖すぎ。何も知らないハートからしたら地獄も地獄よ。なんなら、歌の一声で一般市民も味方につけるぞ。哀れなハートの海賊団、ひとえにお前らの船長が霊を受け取らないせいで。ロウ、お前は気まぐれなのかもしれないが、霊を受け取らないとだんだんめんどくさいことになるぞ。トラオはいろんな意味で逃げられるのか。このロウ、本編に欲しい。今後、ハートと敵対したら麦わらや白ひげ、赤髪の奴らを敵に回すことになるな。ハートの参加に入ろうと運を売ろうとする奴らも出てきそう。第二の頂上戦争だ。ハートと敵対した海賊団 100% で負けじゃん。トラオに気まぐれに治療されたモブ海賊団たちが、トラファウガーローに恩返しをするためという理由で勝手に古文杯飲んで、ハート大戦団作ってるってこと？そうなったらほぼ四皇じゃん。いよいよそうなってくると、なんで俺が五皇になってんだ？って頭を抱えるローはいそう。これ、海軍の奴らも助けていてローにお礼言いたい同盟に入る奴が出てこない？諦めろ、ロー、受けた恩は返すものだろ？ハートフル株の3人のペンギンシャチペポあたりはため息つきながら、自覚がないって怖いな、とかぼやいてそう。海軍は戦国、スモーカーあたりだよな。七部海時代に何かしらで海兵の怪我とか治療してて、それで感謝されていそう。G5 の奴らもパンクハザードで助けられているし、意外と海軍にも好かれていそうだし、善良な海兵なら助けてそうだからな。海兵たちにもわらわら可愛がられてそう。トラファウガーローにお礼を言いたい同盟が有名になり、ルフィたちが今まで助けた国によったハートの海賊団が歓迎される概念はありますか？もちろん党のローは理由がわからず困惑する。麦わらの旗とかマークとかを見て、あ、って察しそう。アラバスタは王家を含む一部しか知られてないから表だって歓迎されるかは微妙だけど、少なくとも風車村、ココヤシ村、双子岬、桜王国、スカイピア、ウォーターセブン、ニョーガ島、巨人島に立ち寄ったら歓迎されるってことか。ドレスローザとあの国はそもそもローも関わっているので除外。当然歓迎されることに対して、身に覚えが全くないので、ん、マークを浮かべまくるロー。
そもそもが医者の周りでボロボロになるのが悪いんだろうが、治療しないと邪魔でしょうがねえ。定期的に各海賊団に、ドクター・トラファーガー、〇〇が病気で見てもらえないかとか、各島から、トラファーガー先生、あの時治療してもらったおかげで三角ができるようになりました。本当にありがとうございます。って手紙来てそう。勝手な想像だけど政府加盟国に行った時に、滞在料だ、とか言って、無償で治療&健康診断してそう。アポコラさんとの逃亡生活中は衣食住を賄うのが大変だったと思うから、裕福な家育ちだけど貧しい人たちへの理解が深そう。死の下界から死の下界に、いや、世界の下界に改名しなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。